偶然今日は
誕生日の方もね、他にもいらっしゃるかもしれませんけど、ね、誕生日っていうのは本当いつになってもですね、ありがたくってですね、親への感謝とかですね、ご先祖様の感謝とかね、いろいろあります、自分を支えてくれる人たちへの感謝とかね、感謝する日でありますんでね、誰しも誕生日ありますんでね、だからといって自分の誕生日になったら何かくれというわけじゃないですよ。それはいただけるものはいただきますけど、いくつになっても、嬉しいものでございます。そうこうしてるうちですね、もう結構な時間過ぎちゃいまして、ここは大久保のスタジオファンカッションビーテックからお送りしてるわけですけど、本当にいつもお世話になっててですね、ここの大旦那である SK さん、ケンさんばっかりだな、ここは、にはね、本当昔からお世話になっておりますけど、次回ですね、月末、2月の、まあ、最後の日曜日ですかね、また、同じような時間に、8時ぐらいに、大河ドラマに対抗して、お送りしたいと思っておりますので、その際はまたぜひご案内させていただきますので、よろしくお願いしたいとかように思うわけでございます。そのうちね、映像を担当してくれてるたけちゃんにもちょっとね、登場してもらったりとかね、あとはそうですね、まあ、次回はね、ブラジルと私っていうことでちょっと、3時間ぐらいお時間頂戴してですね、喋りたいなと思いますんで、はい、あ、エディさん、お店使っていいよ、ありがとうございますね、あ、ケンちゃん、あ、いやいやいや、おめでとうございます、誕生日おめでとうね、よかったね、本当に、聞いていただけるとはもうね、思わなかったけど、そういうわけで本日はですね、終わりたいと思います。終わりたいと思いますが、終わりに際してですね、やっぱりお疲れさんやりたいわけですよ。キリンが来るは終わりましたが、ここにキリンがありまして、これ終わったからもう飲んでいいんじゃないかってね、もう車にも乗らないし、今日はもう楽器吹かないし、いや吹いてもいいんだけども、まあ、とりあえず、これ飲んで終わりたいと思います。本日はありがとうございました。また月末の日曜日、よろしくお願いします。またねー。